中の雨です。今日はどこに行ってますか？サイクルスポーツデイズ名古屋。イエス、2年ぶり。雨ですね。雨ですね。明日は晴れっぽいですけど唯一の雨の日に当たってしまった。そうね、地上は諦めたけど、いい製品探しに行きましょう。うん、じゃあ行きましょう。はい、まずはハンバーガーでしょう。なんでメインはよ、メインはハンバーガーでしょう。そうなんすか。まずハンバーガーを。ちょっと待って、エイトスやろ。めっちゃ好み。カミハギスペシャライズだ。いやいや、え、スペシャル、だからエイトスだって高いやつやって。無理やって。まずはハンバーガーだろ。ハンバーガー、ハンバーガーだろ。まずここ入って一番最初にハンバーガー行く人私らしかおらん。ハンバーガーフェスタやで。ほら、空いてる空いてる。今がチャンスや。超うまそう。いや、来ましたね、ハンバーガーフェスタ。ハンバーガーフェスタに来ました。違うんです。もう1700円でございます。マウンテン一番大きいのって。おお、マウンテン、すごい。食べれるかな。レタスしか食べれんねん。どんだけ頑張っても細いかな。キャベツ、レタス、はい。うまっ。マックオフコーナーが見たい。マックオフコーナーがすごく見たい。もう レッグマウントね、ここでしたな。ここで僕らも出店しましたよね。出店、あ、ワカサジの出店しましたよ。懐かしい。あ、サインくださいって。写りやっぱ全然違いますもんね。違いますよね。なんかもうアクションカメラなんで全然違いますよね。そうですよね。どうやって撮りますか。どうしよう。あ、なんか入った。すいません。なんか傘が。あ、ごめんなさい。はい。はい。ありがとうございます。どうした？ BMC って入ってる。入ってる。けんちゃん撮ってあげる。けんちゃん撮ってあげる。本当に恥ずかしいよ。なんで？恥ずかしいよ。あ、そうでいいかな。すいません。はい。もう一回行きます。はい。あ、撮ってる？いや、ありがとうございます。ごめんなさい。
た遊びに行きます。今ここら辺のとこで働いて、いい、ちょっといい、ちょっといい、風景のイメージがちょっとあったんですけど、よかったらお願いします。どうでした、ナナさん。美人、可愛かった。美人ね、ちっちゃいね、顔、顔ちっちゃいね、うん。なんか認知されててよかったね。あ、でもほらチャンネル始まる前から、うん、インスタで知ってるから、あ、インスタ5人、あ、こんにちは、あ、平田さん、神田からまだそうです。いやいや、すみません、こんにちは、こんにちは、普通にプライベートで、そうっす、僕 も僕もプライベートで、あ、本当っすか。YouTuber さんにワイシャツ、あー、ナナさん、ナナチャンネル、ナナちゃん、めっちゃ並んでるよ。アニマルランドさん。そう。どこに？ひらりちゃんもいる。どこに？どに？よくわかるな。ひらりちゃんね、こう挨拶する。あ、ほんまや。まず皆さん一回パドルの上に乗ろうとする。パドルの上に乗ろうとするときっていうのは結構パドルがギリギリ飛びやすい高さになってるので。久しぶりです。かわいい、やっぱり。写真撮ってもらっていいですか、こんなとこで。じゃあすいません、けんちゃんはいいの？いいの？ちょっとこれひらりちゃん映っても大丈夫なんですか？あ、大丈夫、大丈夫ですか？まだ2年ぶりの再会。このカメラ持ってきたんだね。3つでもうなかなかカメラって防水がないじゃない。あ、そうそうそう、メインはこっちですね。今日はちょっと市場は諦めました。こんにちは。動画や。いやー、リホシです。動画大丈夫です。あ、全然大丈夫ですよ。すいません。一回僕栃木に行って、フォークにお邪魔して。自転車さんですか。はい、あ、そうなんですね。お話聞いた。ありがとうございます。そうそう、行きつけろ、はい、いつもはそこで。いいね。かわいい傘。ありがとう。猫ですよね。猫ですね。かわいい。猫ちゃん、猫ちゃん。猫大好きなんですよ。ですよね。そうです、かわいい。これですか、旅。あ、そうです、そうです。これで一緒に猫と一緒に、ね、まあ、ちょっと今回はゴルスバーサスしたんですけど。あ、そうですよね。1300キロの動画見ました。いやー、すごい。遠かったですね。1300キロはさすがに。ちょっともうしばらくいいかなって。体力ありますね。もともと運転結構好きで、好きなんですけど、さすがに1300キロはちょっとね、大変でした。何言ったの？あ、先に傘、めっちゃ入っていいですか？すいません。あ、いい匂い、すごい、ありがとうございます。そうなんです。これですか？これ、ワイヤついてる。そうです。あ、傘大丈夫ですか？いや、いや、行きます。はい、チーズ。もう一回行きます。はい、チーズ。はい、チーズ。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。本当に、これからもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんにちは。もう大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。この通り元気なので、もう元気で普通に歩けます。同じ女子で乗ってる人ってあんま少ないからすごい嬉しくて、ありがとうございます。挨拶したい人いるんだ。どういうこと？インスタで知ってる人。ケン君、挨拶しました。初めまして。ちょっと待って、はい、待って。僕もDM もらってたからもう覚えてる。あ、そう、見てます。こちらこそいつも見てます。今日挨拶しました。いやいやいや、まずはどうぞ入って、
不思議不思議でしかない不思議でしかない不思議でしかない今日はカメラ回してる回してる偉い偉い偉いテープはね明日の方がすごいすいませんどうぞでもまた連絡ください、はい、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますこれYouTuber のコンコさん買ったやつだコンコでいいのなんか珍しい珍しいこんにちはこんにちはそうですね、挨拶しようと思ってここはね、ホットカラーで入れてほしいねそうですねフルで新しいやつマスクもありがとうございますいやいや、そうですねあの、いっぱい買わせていただいていやいや、ほんとにあれですね、難点は雨の時大変ですね、これねいや、でも完全防水も最高ですよそうそうそうこれだから今日もう最高ですもんもう最高っすよ、ねうんうん、あそうですね、うん、いや、もう最高のシチュエーションこれ完全防水の新型ですもん、はい、皆さん、新型ですよかっこいいよね、黒くなって、うん、しかもここがなんかね、こういう風になってる包み込むような設計になってアップデートされてるでこれがねやっぱりロールアップロール式のやつこれがハードルが完全防水だからね、うん、アクセサリーバッグ堂々と雨の中に展示されてるいやウルトリーブ最強よ雨のウルトリーブは最強マジで出てきてくれてる。うん。ああ、画像なんか入れてきます。あ、僕も。すいません。そっか、馴染んでるよ。カバンが。カバンが馴染んでます。もしよかったら、いい写真撮りますか。すごい写真撮れます。え？よろしいですか。はい。行きますよ。一、二、三、四。おお。撮った動画動画を撮ってるよマリーって来て欲しいって、うん、2カ所で、まあ、こっちを作った理由が今2カ所は結構女性の方が選んでいただけるからそうですねで同じ点数で男性っていう2つないだろうへぇーこのさ、外のやつあれねすごいねあれあこれ自分なの自分なんですかねこれね、ストレス解消がいいです。フォークまで、はい、オイルスリック。で、マジョーラー、そうっす。オイルスリック固めて、スパカズと、あとコイルもこれ全部マウンテンメーカーが出してるやつなんですけど、バラで全部もらって。すごい。すごい。オイルスリックハマってますね。あ、そうですか。はい、あ、じゃあもう中に。で、今度11段用のチェーンも発売される。チェーン？はい。今まであのスラムっていうメーカーが12段のチェーンしか出したかったんですよ、オイルスリックは。この方の11段が出てくる、まあ、それ出たら止まってる、なんか雨で残念だったねそうだね多分日曜日は晴れると思うから、うん、試乗車もいっぱい出て商品もいっぱい置いてあると思うので、うん、2年前よりブース増えてる気がする、うん、盛り上がりは増してますね、うん、これは晴れだったらすごかったよ、うん、まあ残念だけど今日は試乗なしで帰りたいと思いますはい、挨拶回りした感じだった。めっちゃ挨拶回りしたね。はい、ご視聴ありがとうございました。